こんにちは、たまちゃんです。さて本日は、かつて今と同じくらい盛り上がっていた、ニュークリアウィンターの跡地、ボルト51での、ログを読み解く動画の続きです。前回入り口付近では、人々が殺し合ってる様が、録音から確認できました。このアバズレかーとか、もう、危機迫るものがありましたね。で、今回はそうなるまでに何があったのか、 人々の生活の記録を見ることができます。中には殺し合いを仕向けた犯人が何を目的に行動していたのかもわかります。まあ、フォーラウト76は壮大なミステリーであると過去言いましたが、ボルト51はまさに閉鎖空間でのミステリーです。不審死が疑心暗鬼を生み、殺戮現場となるわけです。で、面白いのが、 これは過去の話であるという点です。バトルロイヤルのニュークリアウィンターの話は全く出てきません。もうこの事件のログをニュークリアウィンターで読むことができたというのは本当に作りがうまいと思います。フォールアウトシリーズのファンが多いその理由の一つがまさにこれなんでしょう。過去と現在が織りなすストーリーなわけです。というわけでボルト51のログを読み解く動画。 第2回をどうぞご覧ください。次はセキュリティ。さっきのターミナルがいっぱいあった場所ですね。コンピューターが。上にもあるんだ。ここで全ての居住者を監視していた。ターミナル一つ目。これ綺麗だね、ぶんこのターミナル欲しい。さらにルーベンギル。 2084年。さっきから結構経ちましたね。6年後ぐらいかな。医務室のログから。名前のない人物。このボルトにはボスキャラがいるという話ですが。まだ生きてる可能性もあるな。人とは違うものになってね。ターミナルいっぱいあるけど、どれも内容一緒なのかな。かつてもニュークリアウィンターで、ターミナルありましたね。 で、こっから見られていたのか。このセキュリティールームから。監視されていた。大抵ボールドの口座はこうなってますからね。まずはターミナル。選挙を止めろちょうど爆弾が落ちた頃あたりにね、アパラチュアで選挙があったみたいですけどね。その選挙とは別なのかなクリス、ジョエル、フランシス、バネッサへもうやめるべきだ。こんな投票は何の意味はない。この内部で行われていた選挙ですかね ま、違うボルトでも、まあ、その選挙が行われて、監督官が選ばれるみたいな、そういうものがありましたね。ザックスが俺たちに監督官を選んで欲しがってるのは承知だが、3回も投票を行ったけど、何の進展もないじゃないか。監督官はいないし、みんな無期になり始めている。昨日なんて君たちの支援者が喧嘩するのを割って入ったら、誰かに殴られた。誰が監督官になるなんて、誰も気にしちゃいない。どっちが勝つかしか考えてないんだ。君たち4人だけが、 真面目に考えてるみたいだから、頼むから状況が悪化する前に、君たちで話し合って、誰か先出してくれ。エドウィン・リード。これはさらにちょっと前の記録ですね。爆弾合誌から3ヶ月後ですね。ここら辺の名前もみんな死んでんのかな今は。覚えても意味がないかもしれない。そして、ルーベン・ギル、聞いてみようか。録音中。録音中、二目ザークスから。 5月20日セキュリティルームへようこそ。ギル監督官になったんですね。今日の業務はこのセキュリティールームで業務を行うんだ。業務なんかない。業務なんかない。忘れたのか本日は多くのイベントが予定されている。ザクサなんかループしてるかのようだね。壊れたレコードのように。 何のイベントだそんなものはない。もう、俺しかいないと。さまざまな勤め,めがあります。食料もある。え,えあなたはまだこの食事を取ることはできないなんだそれだなぜだないい扉のところに置いておく 仕事が終わらないと食べられないという話か。ルーベン・ギルはセキュリティールームに何の用事もないはずである。そこから出て行ってくれと。ロボのくせに長生意気だ。いや、AI か。監督官ですが、監督官ランク1の,1のアクセス権を持つ監督は後世は、 セキュリティールームの立ち入りが禁止された監督のランク1なんだ、ルーベン。そうか。監督官になっても、ランクがありましたね。それか。いきなりザックスによって、権限が書き換えられたんだ。なんて面倒な。もう完全に意思を持ってません、ね、ザックスは。そこからルーベンはどうなったんだしかし、一人だけではもうね、ランクを上げることはできませんよね。 ニュークリアウィンターが開催されない限り。他のタミナルはあ、内容違いますね。スティーブン・バーネット、さっきの選挙のログから、1ヶ月後ぐらいかな。このボルトは全くわけがわからない。あ、そうか。セキュリティールームで書かれてるということは、その、セキュリティの人たちが書いてるということかそれは監督は選んでいたんですかねどういうことだそもそもセキュリティはいたのかな ここに来てからおかしなことばかり起きるけど、今週は特に言葉じゃ説明できない。エイデンのバカがラウンジエリアと一緒に爆発した時はもう終わりかと思ったあの衝撃だ。ボルトに大穴が開いたかと思ったけど大間違いだった。エイデンが爆発した。とんでもないな、そりゃ。ラウンジエリアと一緒に爆発しちゃって。部屋ごと爆発したの。部屋がどこに吹き飛んだのか。爆発したエリアは数日封鎖されただけであると。 で、今朝起きてみたら、また綺麗な庭の状態で解放されている。元に戻っていたと。上階に行ってみたら、前の古いラウンジが、美しくグレートアップされた居住エリアになっていた。信じられない。もう変なもの見せられてますね。何もないところから、どうやって誰にも気づかれずに、いろいろと出てくるんだ。本当に見せられてんのかなもしくは、そういったことが可能になっている。そういうボルトなんですかね。ザックスもいますしね。 このボルトの何もかもが、俺には理解しがたい。外からの連絡は待ち遠しいよ。早く仕事に戻りたい。ここまでか。他にもターミナルが。二つありますね。まずはこちら。君の助けが必要だ。ボブ、君の手を借りたい。ヘレンなんだけど、彼女が死んだ。このヘレンはさっきの医者ですか 言っておくけど、俺のせいじゃないからな。彼女とずる賢いルーベンのことは確かによく思っていなかったけど、そんなことは絶対にしない。彼女が食堂のテーブルでうつぶさに倒れているのを発見した。血とかそういうものは何もなかった。誰かが毒殺したのか誰がボルトで毒を見つけたって言うんだ。こんなとこに毒などないと言ってますね。みんなピリピリしてるし、俺の言うことをまともに聞いてくれるのは君だけだと思ったんだ。ルーベンには隠しておかないと。 奴はいつもヘレンに付きまとっていたからな。頼むよ、ボブ。君しかいないんだ。オーマス・ステファンズ。2078年8月6日。さっきこのヘレンの、この記録か。8月3日から、すぐ倒れたってことか。3日後ですね。そして最後のターミナル。ブリアナウェア。さっきのちょっと前かな。5月1日。 なぜザックスはこんなことが予想できなかったのイザヤはプロボクサーよ。みんながお腹を空かしているけど、イザヤだってフレディにあんなひどいことをする必要はなかったのに。それに誰が彼を止められるの怪我をしたのがフレディだけだったのは不幸中の幸いね。まあ多分別人でしょうけど、フレディというね、誘拐された子供、それを探すミニクエストがありましたね。で、フレディはどっかのボルトに行くという最後ログを残して、記録が届いてんのかな ま、これが別人かどうかは、先ほどの受付の名前を確認すればね、まあ、多分別人なんだろうね。フリディがボクサーに殴られてやられたのかもうどうすればいいかわからない。イザイを罰するべきなのザックスは止めようとしなかったどころか、イザイがやったことを称える始末であると。もう50人で殺し合うことをね、もう完全に実験してるわけでしょうね。でもそれだけでは、監督官候補レベル1にしかならない。だってランク上げろと言うんだ。どういう意図があるのか知らないけれど。 ザクサはフレディの体を見てるみたいだから、そこはまだいいかもしれない。誰もフレディを数日間見かけていないからそう思うだけだけど、フレディはどっかに行ってしまったのか、これで。なぜこんなことが起きたのイザエみたいな奴が力で周りをねじ伏せてしまわないように、皆で協力して身を守る方法を考えないと。ログはここで途絶えている。ではさらに、いろいろ見てみましょうか。 鍵が閉まってますね。当時は開かなかった。その扉がね、今開けることはできるんですかね。こちら、セキュリティールームの脇の通路ですね。ここ以前、閉まってたんだろうな。窓が。今開いてるけどね。ここ覚えがあるよ。あ、生きてる。フェラルグール。グール化した居住者か。 一体だけのようだね。天井はなんか、ビリビリしてるけど。そう、一番奥ですが、なんかの飾りが置いてありますね。クリスマスこれ、もみの器用かな。なんでこんなものが一番奥にあるんだたまにはパーティーでもしていたんですかね。ここはこれだけだね。あと、銃がある。 支給箱のどこかにメモでもあんのかもしかして別ス座ならやりかねないザックスはボルトテックに対してなんか反するようなこと言ってますね館内アナウンスんログが落ちているベイカー軍ストを さらにちょっと先ですかね。ザックスが録音中。館内音声は全部記録されてるんだね。なぜ散らばってるかわからないが。いザ,ック,スザックスを探している。あ、ボブ軍曹。ボブ,軍曹ボブか。こいつが何か言ってみろと。はは拳銃がある。オートマチックか。 なぜボルトにあるんだ誰かがピストルを持って襲撃を返したのか危機一髪でした急に英語になった一瞬で武器を取り上げたのはお見事ですこのセキュリティも50名のうちの1人なんですかねでやつを射殺したと銃を持ってるやつをねお見事ですと言ってますね 後線が過ちのもとであると言ってますがどこで入手したんだ武器は禁止だったはずだうん武器はすべて没収されています現在ボルトの状態脅威をもたらすレベルではなかったつまりボルト内部から脅威を引き起こすしかないとお互いに殺し合いをさせるというのか お互いに殺しをさせるのか。この中ではリーダーなんて生まれない。悲劇が起きるだけだと思うような結末。監督官のセンスプロセス、それが早まると考えている。もうすでに3人が死亡した。候補者の数を減らすと、監督官のセンスプロセスは、 円滑になる数字で判断するんじゃないか彼,彼,彼らを虐殺するんだあれば協力ができないこれまではザックス認められません非論理的ですザッ,ザックスは人を殺せないと人同士がやるしかないのか使用任務監督官を選出することである 住民をさざめする必要性はない。ボブ軍曹。自由室のもとに殺人を行った。やめろ。ザックス、今は話せない。今は話せない。いい一人にしてくれ。わかりました。おやすみなさい、ボブ軍曹。こいつは行かれてる。こいつは行かれてると。とんでもない任務とんでもない任務。これも、ボルトテックは考えていたんですかね もしくはザックスが暴走したのか。まあ、セキュリティの話では、ボルトテックからのね、聞いていた話とは違うみたいな感じだよね。まあ、何を目的にしていたのかわかりませんけど、このボルト51は。しかし少なくともザックスは、優れた監督官、それを候補に選ぶことを目的としている。で、現状では、もう選ぶことはできない。だから住民同士を争わしてね、残ったものを優れた候補者にする。っていう結論になったのかな。まあ、ザックスの暴走なんですかね。 もしくはそのザックスが暴走すること、もうそれもすでに見越していたのかもしれませんね。ボルトテックは。まあ、ボルトテックも、そこに勤めてる人たちもね、実験体になったりするんで。まあ、もっと上の方が決定してるわけですけど、こういうことは。まあ、そんなことができるのは、やっぱ政府とかになってくるわけですよね。エンクレーブとか。拳銃が見つかったってことは、まあ、ニュークリアウィンターではね、この、支球箱。 ここに大量の武器ありましたから。これを生み出したんですかねザックスが。でも具現化してるような。VR の世界ではなさそうだ。次はこちら、シャワールーム。セキュリティ専用ですかね血で汚れてるけど。どうしたんだ殺されたかこっちは、GYM、ジム。体を鍛える場所 少がえるな。これ背中を見ると、番号書いてないんだよね。ちょっと違いますね。普通のスーツと、エンジニア系のスーツだ。ディスプレイがあるけど、プロシードトゥーエグジット、オブザーバーディレクティブ、監督官の決定脱出が進行中みたいな。これたっぷり取れますね、ここは。ダンベルが。一人。ダンベル頭に食らってる。 投げられたか何かアトリウムの下に、まだ開花がありますね。テーブルかないや違うかなここは花がいっぱい生えてる。あのこの場所か。ニュークリアフィンター始まったら、一番初めに入るロビーね。ここだったね。思い出してきたな。で、ここそうだ。 私が一番初め、ボルトボーイのマスク被っていたら、みんな周り名も被ってないからね。だから30人ぐらいにボコられてましたね。パンチで。ボボ,ボボボーって。どっかで演奏できる場所もありましたよね。始まる前に、みんなで演奏するみたいな。ログあるぞ。ジョエルとエリザベス・チャンバース。さっきエリザベスの名前ありました。6月23日、どれも近いですね。記録が。気どこ ジョエル・チェンバースおよび夫婦かなザックスから連絡あなたの腕の骨折は軽傷すぐになることでしょう怪我のうちに入らない未来への足がかりである試練の意味を知っている何かの言い伝えかだだあなた 多少困難さっき喧嘩していた人たちですかねアバズレ女とかなんか殺し合ってましたよねその前の記録かなそれっぽいね。再プログラムセッションに失敗した殺されたか怪我をしたなんだなんだもうすでに殺し合いが起きてるのかパーソナルトレーナー。

ジエル・チェンバース。もうすでに候補者と呼んでいる。殺人が起きる前の、当たり障りのない、そんなログでしたね。ビフォーアフター的な。こっちはここは食堂か食堂もあったっけあったな気がすんな。入れましたよね、当時。こちらはアトリウムか 死体が結構ありますね。スコーチ以外。フラググレネード。あとスパナー持っていた。パイプレンチうん言いそうだ。この奥に。こいつか。スコーチコンカラー。メモがあるけど。これ読めないの。シュガーボムにぬかコーラ入れて食べる。そう書いてあるのかブレッド。ハボックいや、違うな。 HVAC, not working ト i g h t a g a i n call, repair man. なんか故障してんのかこれは、あの場所で作られるあれだね。パブリックイベントにある。同じものがあるんだ。さらに奥、敵がいる。なんか食ってるな、あいつ。何食ってんだおあれはウェンディゴあ,あ、ウェンディゴだ。やばいやばい。 なんかエフェクトはちょっと違う感じするけどまあウェンディングはいるか人が人を食っていたのであれば値段が書いてあるよベッティングオッズデスプールジョーンにキャシリー掛け金ですかね殺し合いにお金を払っていたのかどうなんだここにログが一つ再びエリザベス ちょっと前ですね、これは。こっちには書かれてるね。オッズが。ジョン、キャシディ、ケニリー、モニカ、ケイス、トム、クリス。これか。ビリヤードの掛け子葉だったのかなじゃあ、ロゴ聞いてみようか。爆弾落ちる。ちょっと前だね。4日前くらい。すでに候補者である。私はザックス。 ボルドチ一杯ようこそ来たばかりのメッセージがお会いできて光栄ですとこんにちはボルドの特別ゲストここは他とは違う任務あれなんかごまかしましたねちょっと内情を知ってんのかな 監督官いんのか政府の関係者かな監督官は現在いない。監督官に立候補しますかと。秘書の話では、うん、ちょっと聞いていた話と違いようですね。その役にぴったりの人を知っている私の夫,よ夫である、ジルェンバ上院ン議員。

あれカメルンと一緒にいると聞いたらなんかエリザベスは怒り始めましたねカメルンって役職なんだもう一回確認してみるかライバルだったりするのかなもしかしてこちらの受付今のチェンバースエリザベス・チェンバース秘書になってるんだ夫の秘書だったのかなでさらに他にも秘書がいたんですかねカルメンは女か で、カルメンの夫かな、マーシュ。それに気があったんですね、エリザベス。なぜか。本来の夫の、ジェームスがいるのに。本当に恋愛関連の、いざこざだったんだね。はじめにヘレンが言った通り。カルメン・グリーンであるな。歌手とかならば、ま、政治家がね、目をつけてるの、おかしくはないかもしれませんね。マーシュはこの、パーソナルトレーナーかそれでもしかして、 エリザベスを気を引いたんですかね。さあ他にはこの部屋はここもターミナルがいっぱいありますけれど。なんか教室っぽいね。お、罠が。これを踏むとどうなるんだああ、爆弾があった。ああ。ターミナルがいくつかありますね。ああ。 血で濡れてる、このターミナル。これ見れんのかなこれ。ここでこうやって、カバーリングしながら、ね、撃っていたんですかね。で、周りはこの罠が、仕掛けてあったんだ。でも確実にこの、罠を踏んだらね、ここで撃ってる人、やられちゃうよね。グレネードで。候補者がいとも簡単に核兵器を使う様は非常に興味深いです。候補者がいとも簡単に核兵器を使う姿は、興味深い。 ニュークリアウィンターではまさに核を落としまくってましたけどね。じゃあターミナル見てみよう。ローズマリービラー。これやっぱりキロが近いね。爆弾合してから半年後ぐらい。エイデンが亡くなった。で、タレント賞を開催するのは良いアイデアであるで、みんな娯楽を楽しみにしていたが、ザックスがルールを変更した。自分たちの部屋をかけるって分かっていれば、誰も参加しなかった。部屋をかけて。 なんかの掛け事をしていたんですかそれは娯楽ですかねああ、カメルン・グリーン。やっぱり合ってましたね、名前。歌手だ。全員練習も訓練もしてない素人なのに、あのカメルン・グリーンと張り合うなんて無理に決まってるでしょ。彼女は世界レベルの歌手よ。ステファニーなんか、ハンティントン・フィルハーモニーで演奏した楽器の演奏者か。演奏で競い合っていたんですかねそんなのできないと言ってるんで、彼女たちは、結果、上階に移動した。 演奏によって部屋の割り当てが決まったんだ。クリスタルとヘレンは私にカンカン。ヘレンならルーベンに私たちと部屋を交換するように説得できるかも。あいつヘレンのためなら何だってしてくれるからね。ヘレンは医者ですね。食堂で事切れていた。一人一人のログが結構少数ですね。こっちはどうだエレノはモンゴメリー、日付は似たような感じだね。 まあただ、14歳の時から、博打の世界で生きてる俺が、こんな素人どもに負けるなんてどういうことだなんでこんなに運が悪いんだ掛け事をしていたが、なぜか負けてるようだね。もう一週間何も食べていない。あのアホな機械と、バカバカしいゲーム、ザックスと勝負してるんだ。しかしザックスは、なんか操作してんのかなで、不信感を上げてるんだね。食事をかけている。で、ビルが勝ち続けている。しかし、このモンゴメリーは勝てていないと。 それはお前のじゃなくて、俺の食料だぞ、ビルめ絶対に任してやるぞ、ビル。どんな手を使ってでも。絶対に勝ってやる。残りは3つですが。これ読めるかなあ、あ、読める。よかった。要求申請、編集済み。ザックスに何かを要求して。編集されたか日付、2080年。結構経ちましたね。要求人ザックスが要求したんですか 人工知能。AI である。目的。管理職員の警備及び護衛。場所が編集済み。ケース ID。いろいろ編集済み。要求品、シリアルナンバー。内容も。で、要求が拒否された。要求の意図が不明確なため。編集済み。編集済みに関する情報は全て機密である。ザックスが要求したのかもしくは、ザックスに要求したのか。ザックス2なんですかね。編集されてますから。 管理職員の警備、それと護衛を要求した。まあ、ボルトテックの管理職員かな。それを守ってほしいと、まあ、自分たちで要求したんですかね。しかしザックスは受け入れなかった。もう結果日が経ってますね。内部は外やばい状況なのかな。爆弾が落ちてから2年後ですからね。そしてその3日後ですね。ザックスコンソールログ。お、ヘルファイヤー、施策型パーマー。 これこのニュークリアウィンターの報酬でしたっけフューチャーテック部署長いろんなものを検索してますね。ドクター・スタニス・ラウススタニス・ラウス・ブラウン。この人物がザックスを作ったんですかね発表済みの研究及び講義履歴。ドクター・スタニス・ラウス・ブラウンの書き方及び話し方。それをコピーしてる。成功した。ガッチ率 99.。99.6%。 ほぼ合致してますが。そっから何かを送信した。ヘルファイア下型パーマ要求申請。成功。メッセージが送信された。暴動を抑えるためにパーマを要求したんですかね。一応成功してますが。返答かなヘルファイアのプロトタイプ引き渡し要請。ドクター・ブラウン。あ,あ、ブラウンだと信じ込ませることができたようだね。相手に対して。あなたの要求が許可されました。やったじゃないか。 ヘルファイア資産型パワーアーマーが早急にボルド5-1に向けて出荷されます。エンクレイブ研究チームから遅延の詫びを申し上げます。さあ、エンクレイブが出てきましたね。元のメッセージ。これが送ったメッセージが。ボルトテックのバカ者どもへ。私の要求に対する度重なる拒否はあまりに非常識だ。あボルトテック本社にメッセージを送っていたのかなで、それが何回も拒否されていたと。 部下が何度もヘルファイア下型パーマーを要求しているのに、毎回無視されている。シミュレーションから手を離して、私自らお前たちに連絡をする羽目になってしまったではないか。ふざけるな。シミュレーションっていうのは、ニュークリアウィンターか。今更説明する気も起きない。直ちにボルト51にアーマーのセットを送れ。これは最重要事項だ。二度と言わせるなよ。ドクター・スタニュース・ラウス・ブラウン。しかしこれは誰が、鳴りきっていたのか もしかしたらザックスである可能性がある。ザックスコンソールログだからね。これやっぱりザックスが送信していたのか。パーマを。要求人。うん。なんて言えないな。ザックスがなぜパーマを要求していたんだ。次は在庫異常。箱分配ログ箱数量にログ削除。生命反応ケース。センサーエラーの可能性あり。 これはここの監督官が脱出する時のあのメモにありましたがね。箱を二つ用意して一つに入るみたいな。それの記録かなでも内容はログが削除されてますね。失敗してるような感じもあるけど。脱出にはね、しかし外に出ていた。なぜ出れたのか。ルービーは。